はい、皆さんこんにちは。チームハロンズ黒川です。ドル円のテクニカル分析を3分で解説します。まずは結論から冷やし、ボリンジャーバンド一目金均衡表上昇トレンド進行中ストーキャスティクスは強い。売りシグナルが点灯中ということで。はい。冷やしベース上昇トレンドが出ておりますが、個人的には調整売り優勢になるのではないかと。 考えております。続きまして短期トレード用の2時間足、モリンジャーバンドトレンドなしのニュートラル状態、ストーキャスティックス、こちらも強い売りシグナルが点灯ということで、2時間足ベースの下目線と考えております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい、まずはボリンジャーバンド、冷やしのボリンジャーバンドですね、はい、上昇トレンドの形状をしております。はい、その中中、教えたケーストーキャスティックス、変わりすぎの判断基準であります、80%ラインを超えて推移をしておりまして、売りシグナルが点灯しております。で、パーセント D のです、ね、角度も鋭角なんで、かなり強い売りシグナルが現在点灯中ということですね。はい、続きまして 日足の一目金行表、こちらもですね形状的に言うと上昇トレンドの形状をしております。はい最後短期トレード用の2時間足ですね。はいトレンドの方向性を示す赤い点線21本移動平均線真横を向いております。まあ、トレンドがレスのニュートラル状態その中ロウソク足やと言いますとあのセンターラインの下で今はマイナスシグマラインを下抜けトライ中ということで。 ことで若干売りバイアスが強い状態かなという感じがしておりますはいその中教えたケストキャスティックス綺麗な売りシグナルが現在転倒中ということですはいはい冷やしとですねまあ、短期トレード用の2時間足の解説をしてきましたがちょっとですね調整局面に入っておりましてよくですねまああの大体どのぐらいのあの 調整はどのぐらいまで下がりますかというお問い合わせがあるんですけど、まあ、ちょっと見方としましては、まあ、直近の安値が、えーっとですね、3月31日なんですけどこちらからフィボナッチを直近の高値まで引いて、まあ、この61.8のライン、まあ、いわゆる38.2%戻しのレベルというのが、まあ、126円の28レベルと。 いうところでまあ、個人的にはですねこのレベルまでは想定しておく必要があるのかなと考えておりますはいはいそれではですね本日のサポートレジスタンスをご紹介したいと思いますまずはですねまあ、サポートラインなんですけども前日の安値レベルですねはいこちらが127円の4号レベルということです はい、続きまして、本日のレジスタンスラインなんですけども、東、まあえー、のボリンジャーバンド2シグマラインですね、こちらが128円の90レベルということですね。はい はい、本日の予想レンジということで、127円の4号から128円の9万レベルということです。はい、ポイント調整売りはどこまで下がるということでまあ、さっきですね。あの、フィボナッチを引いたあのところがまあの個人的になんですけども、もまあ、126円の3万レベルと考えております。本日は以上となります。